できるだけ多くの敵を爆発に巻き込め。オーダー、急所を狙って攻撃だ。確実に仕留めよう。わかったわ。敵が迎撃を開始。邪魔はさせん。させてなるものか。私とアルがこの瞬間をどれほど待ち望んでいたか。私たちの手でエネルギー革命を起こし、世界をあっと言わせてみせる。二人で誓い合った夢がようやく叶う。この研究の成果は私とアルのもの。他の誰の手にも触れさせてはいけない。だが、なぜだアル、なぜあの日お前は私を拒んだのだ。ガリアの小さな町にあったお前の工場へ私が迎えに行ったあの日、お前は私の差し伸べた手を振り払った。帝国へ渡る気はないと。それどころか、あの研究を完成させる気はないと。帝国へ渡った私が何のために貴族や将軍どもに媚びへつらい地位を得たと思う。お前を迎え入れるためだ。二人の研究を完成させるため、最高の環境を。金に糸目をつけず、どのような実験でも好きな時に好きなだけ行える、そんな環境を。私は死に物狂いで用意し、お前を迎え入れる日を待ったのだ。なのに、アルベルト・ミラー、お前は私を、私たちの夢を裏切った。お前の死は当然の報いだ。私たちの研究を葬り去ろうとしていた私の許しもなく、私たち二人の夢を。あの時、青い光はこの世界に生み出してはならない光だとお前は言った。誰も目にしてはいけない光だと。娘や子供たちの未来にあってはならない忌むべき光だと。お前はあの時死んだ。お前という肉体は確かに滅んだ。だが見ろ、
この青く輝く光を。お前の研究は、お前の魂は、私たちの夢はこうして結実している。そうともある。これはかつてのお前が夢見た光、私たち二人の未来を照らしたあの日の輝きだ。許せ、全て許すよアルベルト。やり直そう、今日この日から何もかも。アンジェを そうだ、レディは通信がつながらない。まだセンチュリオンの中にいるのか。マイルズ、センチュリオンへ向かってくれ。危険だが頼む。はい、僕だって覚悟は決めています。どこへだってお供しますよ先輩。